これはまだはっきり言ってこれは台風状態じゃないの。まだ
いやー、平和だった畑についに事件が起きました。あー、ポカリとパンでも食べながら、お昼です。風雲急を告げて救急車まで到達しております。いやー、今回は参りましたね。いやいやいや、ロープでは弱いので、100均のロープでは弱いので、今回は番線を買ってきました。番線で止めようと思います。自然の猛威にやられましたね。さすがの菊芋もあんだけ痛めつけられてますね。切った枝がなくなっちゃったんです。もう台風一過2日過ぎとるんですけどね、14号の猛威まだ続いております。何もかも大変だ。風に飛ばされてどこまで飛んでいったのかわからないものもいくつかあります。水桶とかこの簡易の、焚き火台の上の部分とかどこに飛んでいってるのかわからない。まだ見つかってない。こっちの畑の入り口の方から、こっちに吹いてるってことは、畑の奥に吹いてるってことは、北の方から西、西南の方向に吹いてるな。北東から西南の方向に吹いてる。いやー、それにしても参りました。テンション下がりまくりです。あと2日後が待ちに待ったイベントだったのに、キャンプでライブだったのに、どうしたもんかい。これは焦るぜ。すごいね、風の勢い。風にやられ、雨にやられ、また風にやられ。丈夫なのは石の家だとブーフーウーが言っとったけどね、弱いね、やっぱり風雨には。まだこんな風が強いもんな。あの桑の木は、あの桑の木はどっちから風が吹いたのかのきっちり物語ってる。左に傾いてるもん、葉っぱも何も飛ばされて。これもそうですね、ひどい目に遭ってる。
怖いね、電話。